パスカル・パオリ、または、パスクワ・レ・パオリは、コルシカ独立戦争あるいは、コルシカ民族主義の指導者で、政治家、軍人である。フルネームは、フィリッポ・アントーニオ・パスクワ・レ・ディ・パオリ。コルシカ独立運動の英雄であり、フランス側についた一族の出身である、ナポレオン一世よりは現在でもコルシカ島では、崇められている。モロサリア出身。1739年に、 父と共にナポリへと亡命。1745年、ナポリ大学に学ぶ。シチリア王国で軍人となったが、ガッフォーリの暗殺を聞いて、コルシカに帰還する決意を固めた。1755年、帰国すると、評議会の議決により、コルシカ王国の最高職であった、将軍という地位に就いた。憲法等を発布して、近代国家として、 コルシカを整備しようとしたが、1768年に、ジェノバからコルシカの領有権を譲渡されたフランスが侵攻し、ポンテノーボの戦いに敗れたパオリはイギリスに亡命した。フランス革命後、フランス政府の許しを得て、コルシカに帰還。パオリは、コルシカの独立を心から望んでいたが、一方で、君主制主義者であり、8月10日事件で王政を、 打倒したのみならず、ルイ16世を処刑するに至った革命を剣をした。フランス軍の注意となっていたナポレオン・ボナパルトは、はじめこの英雄・パオリを崇拝していたが、彼は王政を打倒した革命を受け入れる立場で、次第に路線の違いが明らかになっていった。パオリとその腹心ポッツォディ・ボルゴラは、イギリスの間接統治を主張するパオリ派を形成したことから、ルシアン・ボナパルトが、 トゥーロンで告発演説を行い、1793年、国民公会は、パオリ大法命令を発した。しかしこれに従う者はおらず、アジャクシオで騒乱があって、パオリ派の支配する議会は、ボナパルト一族を島から追放した。1794年、パオリは、イギリス統治を受け入れ、アングロイコールコルス王国を成立させるが、副王ギルバートエリオットと対立し、 1795年には、イギリスによって、島から出るように命じられ、三度目の亡命を強いられた。イタリア軍司令官となっていたナポレオンは、1796年に、コルシカを再占領して脱会する。パウリはそれを、亡命先のロンドンで知り、二度と島の地を踏むことなく、1807年に、亡くなった。遺体は1889年になって、郷里のモロサリアへ戻され、 同地の教会に埋葬された。ありがとうございます。